お気に入りだな、ももちゃん。完全にこれはそうなの。そうでした。あ、またあずあずが嫉妬あずあずに変わる。いや、ここは嫉妬して一緒。ここは嫉妬して一緒。嫉妬するよね。する。でも、ももちゃんがタイプだったら無理なんだけど、私すごいすぎる。いや、ちょっとだけ黒髪をかぶってるやん。ももちゃんみたいな子猫スタイル、そういうのがいいんですかね、おやつさんは。昨日もすっごい楽しかった。なんか距離感あるよね、意外に。ももちゃんとおやつさん。いや、その計算で、ももちゃん。あ、そう。ちょっと私、あのマリリンとさ、ここにいたじゃん。はい、その時にさ、ちょっと私、やきもち焼いちゃったんだけど。え、何これ。そう。今まで私から、まあ、挨拶のハグとかはするけど、ちょっとやめてんの、ね、うわっ、あーって思って、やきもちと思って。私は親やじさんから一回もハグをされてないの、今日のデート。でも今日はちょっとハグだけじゃ足りないから、チューしてくれるまでみんなのとこに帰んないです。いいよ、全然いいけどさ。は？あ、断られたらもう絶対帰んなかったです。たまに甘えてみてよとかこう振っちゃってたので、準備した形でやったのかなっていう気もしなくもないんですけど、ただやっぱ実際こう甘える時ってこんな感じなのかなっていうのもすごい伝わったんで、なんか可愛かったなって思いました。心の中も頭の中もずるい。気持ちで動いてない感じがものすごくする。全部頭で計算してほっぺにキスをしてもらおうみたいな。デートの自分の出来としては大成功かなって思いました。